どうもこんばんはです。トロピコ6実況パート27やっていきましょう。はい、見てください、この荘厳たる風景。前回ね、国民爆増計画を発動して人口をね、めちゃめちゃ増やしました。もともと2000人ちょっとだったのが、見て6000人オーバーですね。そしてさらにどんどん増え続けています。ただその副作用で国民の半分が犯罪者になりましたね、もうこれも荘厳たる光景だよね。真っ黒だもん。もう友達が10人いたら6人は犯罪者ですね、多分ね。はい、ということで、まああのね、うん、いいと思うんだね、それぞれの自分のこの表現方法だからね、うちのトロピコに限ってはね、うん、元気があってよろしいなんだけども、ちょっとあんまり黒すぎるのもちょっとなと思うので、うん、黒がそんな好きじゃないので、今回は犯罪者を撲滅したいと思います。まずこんなに犯罪者が増えた諸悪の根源である囚人流刑地ね、これがやばいよ。移民が増えるんだけど犯罪者になる可能性も 300% 上昇するからね。一旦これやめましょう。はい、これ一回取りやめです。そしてどこだったっけ、これ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 、無人機だね。うん、こいつがね、犯罪者とかを上空からこう撃ちまくってくれるんだろうか。今一時停止してたんで、再開ワークモード、優先度の高いターゲットのみ。ドローンは発見した犯罪を反体制派のリーダー、外国のスパイしか消去できない。あ、いいね、消去っていう表現いいねなんだろう、消すってなんだろうみたいなね。うん、細かい具体的な表現はしませんけどね。優先度が中程度のターゲットを含む、犯罪を反体制派リーダースパイに加えて犯罪者反体制派を消去する、うん、そして敵なら理由は十分、政権支持率20以下の市民も消去するってかっこいいな、いいなこれ。でも今多分いないと思うんだよね、政権支持率20以下の市民って。だって支持率 100% だもん。とりあえずちょっと犯罪者をね、減らしたいから。これだな。中程度をターゲットを含む。で、予算増し増し。改良は？管理された AI。各労働者、シフトごとに追加注文1を行える。なんだろう、追加注文。わかんないけども。とりあえず AI かっこいいからやろう。この無人機って1箇所しか建てれないんだっけ？他は？あー、無理か。ユニーク施設だ。1個だけだね。残念。いっぱい作りたかったな。おー、二重要求来ました。またジェットコースターお前前回もジェットコースター2回か3回ぐらい要求してこなかった。軍備を増強してくださいプレジデンテって言ってて、ジェットコースター、どんなジェットコースターなの？なんかレールを飛び出して敵軍に突っ込むみたいなジェットコースターなの一方で共産主義者の方は個人の権利の憲法を全面監視に設定する。憲法はダメだ、憲法は俺が決める。じゃあジェットコースター、ジェットコースター、いやもういいよ、ジェットコースターいらない。もうただでさえさ、もう場所がないんだよ。あんなでっかいものを作るところはございません。両方とも拒否する。いいな、はい、チェーノーと言える大統領。さあ出発だ、やったりやったり。わ、すごいスレスレ飛ぶな。これやばいね。ギリギリすぎるでしょ。ここ。スタジアムの天井ギリギリ。さすが無人機。なんともないぜ。さあ、無人機は本島に向かってるの、これ。あ、待って、なんか泳いでる。これ、イルカ？あ、イルカだ。かわいい。いいなぁ。イルカも殺人イルカにしたいな。さあ、来ましたよ、無人機が。AI の支配が始まるぜ。スカイネットだ。おお、ちょっと待って、何の躊躇もなく、あ、なるほど、ここに犯罪者がいるからか。え、全然大丈夫だけど外した。え、もう帰っていくの？一回だけで。効率悪くない？まあまあいいや、うん、引き続きお願いします。すっごい地味だったな。犯罪者の数が3382、これからどんぐらい減るかだね。いや、目指すはゼロなんだけどね。あとやっぱり犯罪者といったら刑務所だよな。
今刑務所って多分2箇所ぐらいしかないかな。本島に1つ。ああ、もう空きがほとんどないですね。そして、確か第2の島にも1個。これか。ああ、真っ黒だね。ちょっと刑務所もっと増やそう。足りないよね。既存のコピーして、1、2、3、4。とりあえず4個。はい、刑務所がいきなり4個増えました。で、あとは、警察署も必要だよね、多分ね。今、警察1箇所しかなくない？俺。あ、4箇所も作った、俺。そんな作ったっけ？はーん、あ、そう。もうちょっと増やそうか。治安が悪い赤色のところだな。観光島に1つかな？ここに1個。あと、スタジアムのところも、もう1個。あとは第二の島の港のあたりかな、これ。うんうんうん。ここに1つ。この横向きで。はい。あと、本島も2箇所。これなんだ、これ。ここ赤いんだけど。ナイトクラブか、これ。あ、そう。じゃあ、ここに1個。また横向けるか、こうやって。で、あと、港のところね。うん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 。ここはでも、場所がねえな。どうにか行けないかい？ここがいいなーなんだけど、家が一軒邪魔だな。ぶっ壊すか。さようなら。はい、ストーン。あー、中国の要求。諜報を終わらせる。なんかわかんないけども、チャンカバイみたいな顔してんな。廃棄する。さあ、これで警察行けるはず？行けますよね。あれ？なんでダメなんだっけ？あ、鉱山引っかかってる？もしかして。あ、ここならいけるな。よし、ここに作ろう。バラックめっちゃ壊すけど。行ったれ行ったれ。はい。さあ、これでどうかな？犯罪者の数が減ってくれないかな？あ、なんだなんだ。すごいすごいすごい。花火花火花火。どうした？あ、国家記念日か。はいはい。おー。おー。誰も見てないけどね。出た、二重要求。今度は、あ、高速道路レベルアップ。ああ、いいね。高速道路やろうか。これあれだよね。他の都市開発ゲームと違ってさ、実際に高速道路を敷くんじゃなくて、もうすでに作った普通の道路の、最高速度が上がるみたいね。うん、やろうやろう。高速道路レベルアップ。これ行こうや。はい、15% スピード上昇だって。行きましょう。研究、あっという間に終わる。で、布告、高速道路。行きましょう。毎月600ドルかかるけど、まあいいでしょう。はい。というかね、でもね、微妙に金が減ってきてんですよ。お分かりいただけるだろうか。ほらほら、じわじわ減っていくの。ちょっとこれやばいね。うん、なんだか金策も必要だな。刑務所はどうだ？あら、全然いないじゃん。あ、全然いないぞ。もっとガンガンぶち込んでほしいんだけど。せっかく作ったからさ。そうなの？マジか。あ、これ警察？あー、すごい！警察官がこれもしかして捕まえた？犯罪者。更生するんだよ、立派に。さあ、気になる犯罪者の数は3335。ん？ちょっと減った50人ぐらい減ったまあじわじわ減り続けてるね。無人機もっといっぱい作りたいんだけどな、本当はな。もうじゃんじゃん抹殺してほしいんだけど。他なんかあるんだっけ、犯罪者減らす方法って。ちょっと今ね、調べてみたら裁判所がいいっぽいね。これこれ。裁判所のワークモードで、犯罪者の家族が、同じく犯罪者になる可能性を減らすワークモードがあるらしいよ。これちょっと、設置してみようか。本当がいいかな。ここに作りましょうか。裁判所、ドドーン。今後は法廷で裁判官たちがリッチでクリーミーな判決をトロピコ国民に振る舞ってくれることでしょう。どうぞお楽しみに。そんなカフェオレみたいな。これこれ、ワークモードね。
企業法、あれないじゃん。オフショアオフィスとオフィス一つにつき毎月50ドルの利益になる。あったあったあった、アップグレードだ、これだ。反体制派家は犯罪者を逮捕すると彼らの家族は政権支持率を低下させなくなる。あー、政権支持率の低下を防ぐのか。逆に言うとこれやんないと支持率めちゃめちゃ下がっていくってこと。やっとこう。で、めっちゃさっきから気になってんだけど、これ何これ、なんでいきなり道の真ん中に道の真ん中にあるけれどもね。あー、なんかそういえばトロピコがなんか何周年とか記念なんだっけ今。それだね多分。そしてそこの犯罪者なんで逃げてる、お前犯罪をした、したてでも活動レジャーなんだけど、犯罪なんてレジャーみたいなもんだってこと。うん、君はちょっと事故に見せかけましょうかね。はい、あとはもう自分で手動でやっていくしかないかな。一人一人こう丹念にね、丹精込めて事故に見せかけたり暗殺したりするか。クエスト完了。あ、はいはいはい、高速道路ですね。よし、指示をもらおう。よし、と言ってもな、一人一人やるにしてもみんな犯罪者だからね。みんな犯罪者、みんなそうなんだよ。これ大変でしょう。しかもお金もじわじわ減っていくからね。逮捕がいいか、逮捕するか。うん、普段だとね政権支持率が下がるけれども、さっきのね裁判所のアップグレードのおかげで下がらないでしょきっと。はい、逮捕、逮捕、逮捕逮捕、じゃんじゃん行こう、じゃんじゃん行こう。まあ刑務所もでもね、今まだ空きがあるけどどんどん多分埋まっていくでしょ。なんかこれやってない、これ。あ、ほら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 、なんかやり合ってる、すげえ。トロピコだと日常茶飯事だぜ。あ、終わった。はい、みんな逮捕、逮捕、逮捕だー。すごいことになった。あれ、みんなどっか行くぞ。犯罪者の群れが。あ、これ違う、多分みんな刑務所向かってるからきっと。すごい、徒歩で刑務所へ向かう犯罪者たち。検問所とかもあった方がいいのかな。これだ、通りがかりのドライバーの隠された役割を監視できる。隠された役割、これでも反体制派のことなんじゃないかな。違うのかな、犯罪者はだって隠してないもん。黒ずきんかぶってっからね。あんまり意味なさそうだけどね。あ、憲兵いいな。布告、軍事施設が警察署と同じように犯罪を減少させる。あ、いいじゃん。はい、よし。うん、他には特に布告で犯罪者減るようなものはなさそうだな。融和政策で反体制派は減るけどね。何しろ反体制派いないからね。いないん？暴かれたのがいないのか。もしかしたら潜んでるかもしんない。まあ目に見えなければいないのと同じだよ。大丈夫。だってゲリラもしばらく起きてないもんね。十何年起きてないと思う、多分。お前、ジェットコースターばっかだよ、ロドリゲス。マニアなのか？わかったわかった。ジェットコースター作ればいいのね。作る作る。うん、お前の思うツボだってのは俺は分かってるけども。作るよ。何、アメリカの要求だって。もういっぱいあるな。もううるさい。もうやめろもうお前らの言うことは聞かん。ジェットコースター。ジェットコースター作ればいいんでしょ？作る作る。はい、わかった、作る作る。もう勘弁してください。めちゃめちゃいっぱいじゃん。娯楽にみんな飢えてるな。じゃあしょうがない。もう一個ジェットコースターを向かい側に作ってあげようか。しょうがないな、のび太くんは。はい。はい、できた。あー、5万円。すごい。犯罪者の群れが今刑務所に向かって。あー、すーこのバス停やべえな。ほとんど 90% 以上犯罪者。犯罪者バスになるぞ。はい、みんな刑務所にね、思い思いの刑務所に入っていきましたか。はーい、さあ立派に更生しようね。走ってる走ってる。なんだろう、犬の競技かな。すごい走ってるけど。めちゃめちゃ走ってる。おお、なんだなんだなんだ。
すげえ、かっけーの飛んでる。これはうちの施設か。ボーンって言うなった今。なになに、どうした、え、空爆した、あ、ゲリラいたのか。あ、地味にゲリラいたわ。あ、いたんだ。全然気にしなかった。すげえ飛んでんじゃん。あ、空母から出撃したのか、これ。帰ってきた空母。あー、帰ってきた。おー、かっこいい。めちゃめちゃ来てるじゃん。ゲリラ数人を相手に4機の戦闘機で。お、待って。富国高速道路レベルアップ。もう一個いけるんだっけ？レベル3ってあるの？お、やるやるやる。さあ、犯罪者捕まえるか。あ、いた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 。はい、どうも。逮捕。あ、いっぱいいるいっぱいいる。いいぞ。入れ食いだぜ。捕まえろ捕まえろ。お前事故な。はい。じゃんじゃん行こう、じゃんじゃん行こう。あ、でもなんか普通の市民の数がだいぶ増えてきた気がするな。うん。前は本当にね、目につくの全て犯罪者だったけど、一般市民、善良な市民の数が増えてるような気がする。多分これ警察全然足りねえな。めちゃめちゃ逮捕しまくってけど俺。っていうか、こんなことしなくても進んで逮捕しろよ。なんで大統領が一回一回こう、こいつ逮捕なって言わなきゃいけないの。頭きた。事故に見せかけるわ。もう直接殺害しちゃうわ。もう。見せしめ、見せしめ。はい、殺害でーす。犯罪したらね、どんなことになるかっていうのをみんなにちょっとお見せしたい。はーい。よし、結構やったぞ。さあ、どうですか。ここら辺、血の雨が降る。そして、逮捕、逮捕。あー、すごいですね。ちょっと警察増やそうか。警察署を、多分足りないよな。こんだけ犯罪者だらけだと。なんかね、人口が増えてきたからわからんけど、ちょっとたまに止まる。やばい。なんかこういうでっかい警察じゃなくてさ、派出所とか作れないのかな。あー、ここならいけるか。ここ1箇所。2、3、4。よし。あ、高速道路レベルアップしたね。いいじゃん、いいじゃん。よし。レベル3まであるのか？これ完全事故でしょ。これどうなってんのこれ。バス停にめちゃめちゃ突っ込んでっけど、バス。これ大丈夫なんだっけ？乗ってんのか？やば、よくお前ら平然としてられんな、ここ。大丈夫？ああ、出た出た。あ、ついに逮捕できなくなった。もう空きスロットないって。マジか、いっぱいになっちゃった。あらららららら、ら、そう。そりゃそうだよ。だって国民の半分犯罪者なんだもん。じゃあ増やすか。でもね、刑務所も大きいんだよね、かなり。これいけるな。あ、ここいけるじゃん。一箇所。横向きでもう一箇所入んない。厳しいか。あ、こういけるな。もう無理やり。ねじ込め、ねじ込め。あー、これ辺いけるね。浜辺の刑務所。素敵やん。はい、ここになんか、2箇所、3箇所ぐらいこう、立てとこうか。つか、お金やばい！あー、ついに100万切ったぞ。やば。どうなってんだ、これ。そんな、お前、子供に、あー、ナイフちらつかせて、あー、でもすごい。この子、全然動じてない。すげーな。うん。お前らもう死刑な。事故に見せかけるから。すごい、次々と犯罪者が。これはどういう気持ちでボート乗ってるんだろう。これから刑務所向かうのか。もうすごいね。逮捕とか、逮捕とは言ってるけれどもさ、捕まえないんだな。みんな自分たちの足で刑務所行くんだね。素晴らしい心構えだ。中国の要求。大使館の近くにグルメレストラン建設。ああ、いいよ。それだったらやってやる。あ、スイスドルをもらえるよ。やるやるやる。超やる。受け入れる。中国はこれかな？これだね。中国大使館のところに、グルメレストラン。置く場所ないけどね、でもね。ここの、これなんだっけ？アパートか。壊そう。はい。
はい。で、ここに、グルメレストランを置く。はい。ちゃんかわいい、大喜び。オッケー。スイス銀行ドル4000。ありがとう。ちょっとあれだな。刑務所行きのバスを作った方がいいかもしんない、これ。こうしてさ、バス車庫。車庫を、ここかな？で、バス支店を、港。ここだね。ここの前に支店を作って、刑務所前を終点にする。はい。で、もう一箇所こっちもあるからね。こっちの方が結構多いからな。ここにも作るか。ここの二箇所はまあいいか。ここにももう一個作ろう。はい、ここら辺に。よし。さあ、これで豚箱に入りやすくなったよ。よかったな、みんな。おー、選挙。はいはいはい。いいです、いいです。もう勝手にやってください。僕はこの犯罪者たちを追うのに精一杯だから。あー、すごいな。警官もいっぱいいるね。警察いっぱい立てたからね。やばい、マジで金減ってきた。ちょっとタワーマンションの予算さ、マックスにしたけど、1段階減らそう。これやばいわ。よ、はい、ちょっと減らしたよ。すべてのタワーマンションね。これで若干でも改善してくれると嬉しいなぁ。ダメだ、減ってこい、やっぱり。ちょっと、金稼ぎは次回だな。次回やりましょう。一旦ちょっと今回はね、犯罪者を撲滅したいから。さあ、どんだけ減ったかな？あ、だいぶ減った？ 2569 だって。減ったね。800人ぐらい減ってるな。でもさすがにゼロにはできねえな。まだだいぶいるもん。そして犯罪王なんか増えてない。62人もいるけど。あ、犯罪王はマスク被らない。やっぱ下っ端とは違うね。犯罪王たちは普段はね、普通の市民を装ってるんだ。すげえ。みんな大富豪じゃん、犯罪王。すげえ。でも一応このやり方で、じわじわ数は減らせそうだね。あとは時間だけだな。これやっぱ刑務所で服役した後は、一般市民に戻るんだよね、普通にね。どんぐらい服役するんだろうな。何年も犯罪技術を学び、最終的に釈放された時、より大きな犯罪を計画する。ダメじゃないの。犯罪者養成所じゃん。あ、待って、これ、こんなのあった。アップグレード。尋問室。囚人の家族全員の隠された役割が暴かれる。だって。これやろうか。全刑務所に。はい。まあ、とりあえずでもこれで減らせそうではあるね。時間かけて減らしていこう。ただ、時間かけるにはお金がないので、次回ちょっと、金策だな。やっぱ定期的に金がなくなるね。これやっていきましょう。はい、じゃあ今日は、できればゼロにしたかったけどもね、時間かかるんで、まあ次回以降に希望をつないでいきましょうか。はい。まあでも800人犯罪者減るってだけでも結構なもんだと思うけどな。ということで、じゃあ今日はここまでにしましょう。よければチャンネル登録、また動画が面白かったら高評価ボタン押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。